警戒にに登っていく赤ホエザルよーく見てくださいお腹に赤ちゃんザルがしがみついています生後1ヶ月のオスの赤ちゃん母親が宙づりで餌をもらっている間もお母さんのお腹から離れませんこの自然動物公園には現在この赤ちゃんを含め4匹の赤ホエザルがいますが実は先週国際自然保護連合が赤ホエザルを 絶滅の恐れのあるレッドリストに選定したのです。森林伐採で生息地を失ったり、ペットとして売るために密漁されたりして、その数は減り、絶滅の危機に瀕しているといいます。自然動物公園では、こうした絶滅危惧種の保護活動に力を入れています。